皆さんお待ちかねのマスコットステージです。はい、じゃあ早速呼んでおうかな。はい、あ、すごいすごい。はい、我らが楽天イーグルスのマスコットクランチくん、クランチーナちゃん、そして待って渋滞してる。ズームで一回スイッチくん上がってこようか。一回スイッチくん、あ、え、見てる。そしてスターマンも来ちゃったんだ。あの、今日はね、特別ゲストとして、はい、横浜 DeNA ベイスターズから DB スターマンも遊びに来てくれました。あの、みんな一気に出てきちゃったからさ、あの曲流れるタイミングもさ、ちょっとあのね、ちょっとタイミングずれて、もう一回やる、あ、もう一回やる、あ、そうだね、ちょっとじゃあ一回仕切り直す。いい、もうスイッチくん前にいていいから、そっからやるの、あ、そっからやるのね。あれ待って、みんなも戻るの、ちょっと待って、いや、みんな戻る、あ、もう一回、あの、私今日初日っていうのみんな忘れないでね。はい、じゃあ、あの、こっからマスコットステージ始めていきたいと思います。まずは我らが楽天イーグルスのマスコット、クランチくん、クランチーナちゃん、スイッチくんです。よろしくお願いします。あ、スイッチくん、どこかな、ちょっともういいよ、早く上がってきていいよ。はい、いいよ。はい、そして今日は横浜 DeNA ベイスターズからスターマンが遊びに来てくれています。それでは呼んでみましょう、 DB スターマン。みんな真ん中集まってもらってもいいかな。みんな一回真ん中集まってもらってもいい。じゃあ一回会議しよう、一回会議しよう。あのね、あの、私チェアから離れてから今日初日なんだ、お仕事。ちょっと一回あの押さえていこう。はい、整列して。はい、あの、尺使いすぎだから、あ、もう始めていこうかな。もういいよね、いいよね、気にしないで進めていきたいと思います。早速楽しいマスコットステージを始めていきましょう。今日は何をするのかと言いますと、題してフラフープでどこまで進めるか対決。はい、あの、ルールは簡単です。フラフープを腰で回しながら10秒間で一番遠くまで歩いたマスコットが勝ちというシンプルな対決になっています。ここにね、みんな線があるから、ここをスタートにしてあっちに向かって走るんだよ。 OK。 そして何やらクラッチくんが抽選箱を持っています。この抽選箱の中にはフラフープの条件が書いています。本数だったり形だったり、なんだろう、スターマンだから、あ、ちょっと待って、どこ、あ、タオルね、そうだよね。スターマンだから星型のフラフープとかあるのかな、わかんないんだけど、ここの中に条件が書いていますね。なのでそれを1話ずつ引いてもらって、その条件に合わせたフラフープで対決をしてもらいます。どう、みんな大丈夫かな。ちょっとあれ入りそう。あの、まあ、あの、食いしん坊っていうのはねすごい聞いているんだけど、どうしようかね、この条件が出たら。その時考えようか、有利かもしれないしね、スターマンね。はい、じゃあ順番誰からいきますか。あ、じゃんけんで決めようか。じゃあみんなじゃんけん大丈夫。はい、いきますよ。最初はグー。じゃあの、進まないから、最初はパーとかいいから、いくよ。最初はグー、じゃんけんポン。グーチョキパーパーとか、アイコだね。もう一回いくよ、アイコでしょ。グーパーチョキチョキ、アイコだね。こうなるってちょっと分かってたんだけど、アイコでしょ。おクラッチーナちゃんがチョキで、その他をグーということで、じゃあクラッチーナちゃんは4番目にしよう。はい、もう一回いくよ、最初はグー、じゃんけんぽい。おクラッチくんが
一話勝ちということで、はい、じゃあクラッチくんから一番になりますね。じゃあ2人いくよ、せーの、最初はグーじゃんけんぽん。お、スイッチくんが2番、スターマンが3番で、4番にクラッチのちゃんの挑戦ということですね。はい、みんな順番大丈夫？じゃあクラッチくんからちょっと見えない見えない、ちょっと何何喧嘩しない喧嘩しない、箱壊さない一回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 箱を壊さない、あ、やりたかったのねそれ、ありがとうクラッチーナちゃん、クラッチーナちゃんしかいないよ私の味方は。じゃあ一回さ、一回さ、あのクラッチくんが抽選箱を引きたいので、ちょっとみんな落ち着いてくださいね。はい、引いてください、どうぞ。開けれるかな、あ、ちょっと破いちゃったけど、あ、1ということでフラフープ1本の挑戦です。もう結構いいの引いたんじゃないね。えじゃあ早速挑戦をしてもらいましょう。そうだ、じゃあ私が10秒間数えるね。準備はいい？クラッチくん、はい、いきます、よー、後ろに行ってもらって、はい、クラッチくんはここでしたっていうので動かないで待っててください。大丈夫かな、あ、大丈夫かなはい、クラッチくんは大丈夫そうだね。 OKOK、 はい、じゃあ次、あれ、スイッチくんだっけ、あ、持っててって、はい、じゃあスイッチくん引いてください。中身ね、何が入ってるのかね、内容みんなわかんないから、さあさあさあ、あ、あ、今、あ、失礼しました、今何個引くつもりなの、さあ、何でしょうか、ちょっと、早く開けてください、あ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 、待って、さっきの、ちょっとね、クラッチくんが破った跡があるやつ選んだでしょう、あ、ズルしたでしょ、ちょっとじゃあ、あ、もういいか、はい、じゃあそれで挑戦をお願いします準備準備はいいですか、はい、いきますね、よーい、スタート。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、一回止める、一回遊び違うな、こう回すの知ってる、回すの、一回、もう一回やってみよう、もう一回やってみよう、フラフープを腰に巻きつけて、あ、スイッチ、あ、そう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 、回しながら、このゲームやったことあるでしょ、一回忘れちゃったんだよね、知ってる、はい、ちゃんとやってくださいはい、仕切り直しでもう一回10秒間測っていきますよ、よーい、スタート。おもうルール一人だけ無視だから、ちょっともう放っておこうかなと思います。このまま下がってください、あ、失格、見て見てはい、失格、どうですか皆さん、あ、お客さんも罰が多いので、はい、あのスイッチくん失格でーすこのまま一応ね、後ろに下がって待っていてくださいちょっとあの今日スイッチくん暴れすぎなので放っておきます。続いてスターマンの挑戦です。さあ、ね、大丈夫、弾ける、ちょっと取りづらい、あ、あ、ちょっと待って弾きづらいよね、あ、いいよ、そうそうそう、このまま、さすがクラッチーナちゃん優しいね、お、開けれるかな、開けてみる、いい、開けても
ていこう、巻いていこう、そうだね。さあ、次は何が出るのでしょうか。もう私が持っているので同じのは出ません。で、巻いていこうって言ってそのくだりもう一回やるのやめて、もう一回やるの。もう一回聞いてください。さあ、どう？見れるかな？何が出ましたか？あ、開きたい。自分で開きたいよね。OK。おっと！じゃじゃん！そうだよね。でも有利かもしれない。ちょっとどれ、ちなみに小さいのはこのフラフープになります。一回試着してみようか。試着してみよう。せーの。回せるっていうところがあるんですけど。まあこれさ有利だよね、多分ね。落ちないんじゃないかな、あれ以上。さあ、スターマンの挑戦です。いきますよ、よーい、スタート。落ちる落ちる、頑張って頑張って。どうして頑張って、どうして。5、4、3、2、1、終了。危ない、落ちちゃうから大丈夫かな。はい、 OKOKOK。 はい、じゃあスターマンの記録ここということで、そのままちょっと後ろに下がってください。あの本来であればあのフラフープが小さいっていうのはあの結構ハンデで有利なハンデなんですけど、ちょっとあの上からは入ったけど下からは戻らないっていうハプニングがありましたね。はい、じゃあ後ろでそのままいいよ、待っていてください。続いてクラッチーナちゃんの挑戦です。どうですか、開けれる？あ、これもう抜いておく？いい？このままやる？このままやる？もう一回？もう一回やろうか。そうだね、もう一回引こう。もうこれもう入れないから。どれになるでしょうか。じゃん、2ということでフラフープの本数2本で挑戦してもらいます。難しいんじゃ。はいはいはい、何ですか何ですか。うん、クランチーナちゃん、ここ、あ、前行けたの。なになに、あ、そうだよね、前行けたのよね。だから、あ、往復にしろってこと。自分失格のくせに。失格のくせに。え、どうする、クラッチーナちゃん、ハンデ欲しいんだってみんな。本当に日本でもうハンデなの大丈夫。よし、じゃあちょっとクラッチーナちゃんだけゲームがめちゃくちゃ難易度上がってるんですけど、それでも頑張ってくれっていうことなので、皆さん一回クラッチーナちゃんにちょっと拍手でエールをお願いします。クラッチーナちゃん頑張れ。はい、あれ、はい、クラッチーナちゃんちょっと往復を目指して頑張ってください。それでは行きましょう、よーい、スタート。おー、すごいすごいすごい。5、4、3、2、1、あの本来であればあの大成功なんですよ。でもちょっとすい、あ、なになになに、何の罰、何の罰、あ、往復っていうルールだったからね。まあとりあえず記録としてはここまでということで、はい、クランチーナちゃんいいですか。はい、 OK ね。あ、すごい、お客さんが拍手してくれてる。さすがです、クランチーナちゃん。はい、
じゃあ結果発表言ってもいいですか。それぞれ今みんな行ったところに立ち位置で立ってもらっているので、結果発表していきます。第1位はじゃん、クラチーナちゃん。はい、そして第2位はクラチくん。第3位は DB スターマン。スターマンいいんだよ、前に出てきて、うん、スターマン。はい、そして失格が1話不適されて寝ていますが、スイッチくんでした。どうする、どう、時間今そうですよね、もうないから、じゃあもう失格で今日は終わりかな。今後またね、マスコットステージだったりステージでゲームする機会があると思うので、スイッチくんその時はちょっと頑張ってみてください。はい、皆さんいかがでしたか。ありがとうございます。はい、じゃあ楽しいゲームはこの辺にして、最後はせっかくなのでマスコットたちの写真撮影の時間にしたいと思います。皆様から見て右側、こちら側からですね、順番に5秒間ずつポーズを決めていきたいと思います。私が5秒間カウントをしていくので、マスコットのみんなは、あ、タオルありますか、スターマンの。マスコットのみんなはじゃああっち向いて5秒間、次にこっちを向いて5秒間、最後に正面を見て5秒間の順番でいくので、皆さんシャッターチャンス逃さないでいてくださいね。はい、まずは右側からいきます。5 4 3 2 1、はい、終了です。それでは次、マスコットのみんなこっち側を向いてお願いします。こちら側の皆さん準備バッチリですか。はい、いきますよ。ああ、もうちょっとあっち側で、もうちょっとあっち側で、はい、お願いします。5 4 3 2 1、はい、終了です。それでは最後、正面を見て、お、大丈夫かな、大丈夫かな。はい、それでは最後正面を見てみんなポーズをお願いします。スイッチくんに突っ込まれるってなかなかないよね。はい、正面を向いたままお願いしますね。いきますよ。5 4 3 2 1、はい、終了です。じゃあ皆さんバッチリいい写真撮れましたか。大丈夫ですか。まだまだ。みんな寂しがっちゃうから、じゃあ最後もうちょっとだけ付き合ってもらってもいい。はい、それでは皆さん、はい、マスコットステージを最後までご覧いただきありがとうございました。この後も楽天イーグルスおよび横浜 DeNA ベイスターズへの熱い応援をよろしくお願いいたします。